マイク・ジョハンズは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、第28代ノーム長官、第41代ネブラスカ州知事、ネブラスカ州選出の連邦上院議員を務めた。宗教はカトリックである。1950年6月18日に、アイオワ州を政治にて、落農家の家に誕生する。高等学校を経て、ミネソタ州、美ノナ市のミネソタセントメアリー大学を卒業する。 その後クレートン大学で法律を収めた後、ネブラスカ州オニール氏で弁護士を開業した。農務省にて報道陣からのインタビューに答えるジョハンズ。左は日本の松岡都勝農林水産大臣。1983年から1987年にかけてネブラスカ州ランカスター軍委員。 1989年から1991年までリンカーン市議会議員を務め、1991年にリンカーン市長に就任する。1995年に再選し、政治的基盤を強化する。1998年にネブラスカ州知事選挙に共和党から立候補し、民主党の対立候補を破り当選した。2002年に再選し、知事時代には、 州の農業を重視する政策を実行している。2004年12月2日に、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領によって、アン・ベネマン農務長官の公認として指名される。その結果2006年にジョハンズの対抗馬として、立候補を予定していた、民主党のベン・ネルソン上院議員の計画を、潰すこととなった。2005年1月21日に、ジョージ・ W ・ブッシュ政権に決めが発足し、 正式に28代目アメリカ合衆国農務長官に先制就任すると同時にネブラスカ州知事を辞任した。農務長官としては日本に対してアメリカ産牛肉の輸入再開をたびたび強行に迫った。2007年9月20日には農務長官を辞職し次回の上院選挙へのネブラスカ州からの出馬を表明した。二千八年十一月四日に行われた選挙では ネブラスカ州知事とアメリカ合衆国農務長官としての実績を背景に支持を集めて当選し、2014年の選挙には出馬しなかった。ランカスターコーリー元委員長でネブラスカ州議会議員のステファニー夫人との間に2人の子供がいる。ありがとうございます。